皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのダイソーから売られているホイールネイルシートを使ってデザインを作っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。ではこちらを開けてみます。3枚入ってます。ではこちらを使って作っていきたいと思います。では始めていきます。傷めに塗る場合はベースを塗った状態から始めていきます。ではチップなのでそのままカラーを塗っていきたいと思います。ベースに塗るのはこちらの乳白色を塗っていきます。ちょっとフレンチっぽく作っていきます。ではライトに入れていきます。ではこちらの上にこちらの2色のカラーをのせていきます。ではまず青から、こんな感じに塗ります。次にピンクを塗っていきます。間に塗っていきます。青と混ざるとちょっと汚らしい色になってしまうので、この境目だけちょっとぼかします。叩きながらぼかしていきます。ではこんな感じでライトに入れていきます。ではこの上にこちらのフィルムを乗せていきたいと思います。ではちょっとこのまま行ってみたいと思います。未硬化ジェルの乗った上にペタッとつけていきます。強く押しながらの方が良さそうです。こんな感じになりました。ではこちらにフレンチのラインを描いていきたいと思います。シルバーでラインを描いていきます。
い、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらをノンワイプジェルで仕上げていきたいと思います。では塗っていきます。ではライトに入れていきます。こんな感じになりました。とっても可愛らしい感じに仕上がります。では次に一色塗ったバージョンでやってみたいと思います。では白のジェルを塗っていきたいと思います。こちらをライトに入れます。では二度塗りしていきたいと思います。ではこちらをライトに入れていきます。ではこちらの上に先ほど使ったこちらのフィルムを乗せていきたいと思います。ではまずこの好きなところの模様をつけていきます。こんな感じになりました。これだけで可愛い模様がついた感じに仕上がります。ではこちらの上にトップコートを塗っていきたいと思います。はい、こんな簡単なのにすごく可愛い感じになります。ではこんな感じで完成です。はい、では次に黒いジェルを塗っていきたいと思います。ではライトに入れていきます。ではこちらを二度塗りしていきます。ではライトに入れていきます。はい、では次に
先ほどのこちらのフィルムを今回は切って貼り付けていきたいと思います。では切っていきます。剥がすとこんな感じです。では隣にも乗せていきます。こんな感じですね。ではこちらにも載せていきます。こちらもこれだけですごい可愛いデザインになります。ではこちらもトップコートで仕上げていきます。今流行りのニュアンスネイルみたいな感じになってますね。とっても可愛いです。じゃあこちらをライトに入れて仕上げていきます。飾りもダイソーから売られているサニージュエリーシールを使って飾りをしてみました。飾りをつけた状態がこんな感じです。じゃーん！100円ショップの材料で作ったとは思えないほどとっても可愛い仕上がりになったと思います。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。